山川穂高。日本球界屈指の長距離砲で、人柄の良さからファンに愛される存在です。同僚の中村剛也選手がおかわりくんという愛称を持っており、体型が似通っていることからおかわり2世。沖縄出身であることから、沖縄の名産であるアグー豚にちなんでアグーなどと呼ばれ親しまれています。今回は球界のご意見番こと落合博満氏が語る山川選手について紹介いたします。山川穂高の歩み。まずはじめに軽く山川選手の歩みについて見ておきましょう。小学生の頃から野球を始め、中学時代は硬式野球チーム空沖縄に所属し、一塁手としてヤングリーグの全国大会で3位に輝きました。ちなみにこのチームはプロ野球 OB の大谷昭彦氏が名誉監督を務めており、今では大谷ベースボールクラブとチーム名が変わっています。大谷氏といえば選手としての活躍はもちろんですが、谷繁元信氏を育て上げた名将としても有名でしょう。大谷氏は山川選手について、うちのチームは山川が4番を打たないといけないチームだったんでね、と語っています。一方の山川選手は大谷氏に対して、大谷さんにバチバチにしごかれたことはないんですけど、たまに来ていただいてアドバイスをしてもらっていた、と当時を振り返りました。名将の指導もあり、中部商業高校でも活躍し、甲子園出場とまではいきませんでしたが、県大会の準優勝を果たしています。そして当時から現在に至るまで、チームメイトである田畑慎三郎選手が2学年後輩として在籍していました。ちなみに山川選手らの前に立ちはだかっていたのが興南高校の島袋陽介氏であり、彼はチームを全国制覇にも導いていますよね。山川選手は富士大学時代に日本代表に選ばれるなどして注目を集め、見事に2013年のドラフト2位で埼玉西武ライオンズに入団しています。山川選手はもちろん大柄であり、即座におかわりくん2世と呼ばれることとなりました。ドラフトを経て山川選手は中村選手を実際に生で見て学んで、最終的には追い越せるように頑張ると宣言しています。さらに目標として3割30本という具体的な数字を掲げていました。ルーキーイヤーから1軍の舞台を経験していますが、花が開いたのは3年目のことです。開幕戦からスタメンに名を連ねます。シーズンを通して49試合の出場にとどまりましたが、ホームラン14本は首脳陣やファンからの期待を一気に集めることになりました。翌年の2017年は開幕から不振にあえぐも、シーズン中盤から1軍に台頭して、8月と9、10月の連続で月間 MVP を受賞しています。ちなみにシーズン成績としては78試合の出場ながらホームラン23本を記録し、以降ライオンズの4番として君臨することになりました。そこから2018年、2019年とホームラン王に輝いています。次のところで山川選手について落合氏からの評価を見ていきましょう。落合氏が語る山川選手。2019年シーズン中に山川選手の希望で落合氏との対談が実現しました。山川選手は落合氏について一番尊敬するバッターと述べています。落合氏と対面するなり、山川選手はなんでこんなすごい成績が出るんだろう、ここぞとばかりに聞きたい、楽しみっす、と自身のノートに30個もの質問を準備して挑みました。ちなみに対談の収録は3時間にも及んだマンツーマン指導となった模様です。落合氏は山川選手のことを、2017年途中から出てきてね、これは本物なのかどうなんだろうなっていう風に見てて、2018年ホームラン王を取って、ああ本物なんだと思いながら、と山川選手を一流選手として認めています。落合氏は山川選手の成績だけでなく取り組み姿勢も高く評価しました。一番感心したのはね、お前結婚したんだよな、と落合氏は山川選手に投げかけます。落合氏は続けて、結婚して練習したいから西武ドームのそばに住まいを構えたと、必ずグラウンド出てくる前にそこで打ってくると、それを言った時にこれは野球の中で体制はするんだろうな、と全てのサイクルを野球に回しちゃったんだろうね、だから数少ない選手だと思う、生き残るためには人が寝ている時にバットを振って隠れているところでどれだけ練習量を積んでいくかっていうだけのこと、それを実践してやってるって言うんだから、これを捨てたら終わるだろうな、と今の気持ちを忘れないように山川選手に説きました。山川選手はさらなる飛躍を求めて落合氏にアドバイスを請います。
次のところでアドバイスの内容について深掘りしていきましょう。落合氏が行ったアドバイスとは、山川選手は落合氏に対して悪い状態がずっと続いた時に前に戻ろうと思っても戻れないとスランプ時の対処法を求めました。その問いに対して落合氏はそれは無理ですと返します。山川選手は続けて同じようにやってもズレが出ると悩んでいる様子です。落合氏は俺の解決法を言おうか、俺は絶対ボール打たない、野球のボールを打たない、真っ暗と回答しました。要するに落合氏は真っ暗のところで素振りを重ねスランプから脱出してきたのです。光のあるところで素振りを行うと人は光に反応してしまう性質があるので、フラットな状態ではいられないため真っ暗という条件が必要とのことでした。バットの握りについても山川選手は落合氏に質問していました。山川選手は左手の小指をグリップにかけるようにしてバットを握っています。しかし落合氏は小指をかけずにグリップエンドより内側に小指を収めて握っていました。そしてこれが基本の打ち方と山川選手に向けて実演しています。山川選手の質問攻めはとどまることを知りません。スイングについてもアドバイスを求めます。山川選手が落合氏に自身のスイングを披露すると、すごいな、俺がその振りをしてたら10本も打てないわと落合氏は自身の打撃理論との違いに驚きを隠せていない様子でした。ちなみに落合氏のスイングはダウンスイングです。落合氏は現役選手でいい打ち方をしている選手として、中村剛也はいい打ち方をしていると語っています。さらに山川選手の質問は続きますが、落合氏は全て基本ができてなきゃ打てないけど、シーズン中だし変えるととんでもないことになるから今は覚えようとしなくていい、時間をかけて覚えた方がいいと忠告しました。プレー以外にはメンタル面、心の持ちようについても質問しています。これに対して落合氏はとにかく打てばいい、練習が足りないだけだよと語っています。いかにも落合氏らしい答えに山川選手はまだまだ自分の中に落とし込めていない面持ちでした。さらに続けて、所詮ボール遊びだよ、遊びにこれっていう正解はなくて自分で創意工夫してするボール遊びは楽しいだろと投げかけています。落合監督の下で育った荒木雅宏氏は落合氏の指導方法について、教えるときはシンプルなんですよね、バッティングってどうやったら良くなるんですかって聞いたら、まっすぐ立ってまっすぐ回れって一番難しかったですねそれが、と長きにわたって時間を共にした教え子ですらそのように感じていたのです。対談の最後には落合氏は山川選手に、いろんな人と話すのはいいけどただ鵜呑みにするなよ、ゲームに入ったら自分のやってきたことを信じなさいとエールを送りました。ちなみに山川選手はこの対談以降、落合氏の忠告が的中するかのようにスランプに陥りましたが、山川選手は僕の不振と落合さんとの対談は一切関係ないと否定しています。最後はここ数年本調子とは言い難い状況の山川選手ですが、復調の兆しが見えていますので今後の展望を見て締めましょう。山川選手の今後、2021年シーズン、山川選手は開幕から4番を務めましたが、低浮上な状況が続きスタメン落ちすることもありました。最終的に5年連続の20ホームラン以上という記録は継続していますが、本調子とはほど遠かったでしょう。その状況を打開すべく山川選手が自主トレ期間から取り組んでいることが、お尻にはめることです。これにより右バッターの軸となる右側のお尻にしっかり体重を乗せるための意識が高まります。そしてその手応えを体現したのが3月8日に横浜スタジアムで行われたベイスターズとの一戦でのことです。相手の先発ロメロ選手が投じたスライダーを一振りで仕留め、レフトスタンドに叩き込みました。打った瞬間ホームランとわかる打球で、ダイヤモンドを一周した後はお決まりのドスコイポーズでレフトスタンドのライオンズファンを沸かせます。山川選手はホームランを振り返り、練習の内容に手応えがあるので、オープン戦でもコロコロバッティングフォームを変えていたのが今は全くない、4番を守り続けるというのは開幕してからで、オープン戦がどうとかはない、開幕したらもっともっと爆発できる準備をしたいですと話しており、パリーグ最下位からの巻き返しに山川選手の活躍は不可欠でしょう。2023年の3月には WBC も開催予定であり、東京オリンピックで侍ジャパンの4番を務めた鈴木誠也選手はメジャー挑戦のため出場しない可能性があります。となると栗山英樹監督は鈴木選手に代わる右の長距離砲を求めることは容易に想像できます。ここで山川選手が食い込んでこれるかに期待したいと思います。
ということで、今回は落合氏が語る山川選手についてご紹介しました。正直山川選手なしではライオンズの上昇はないのではと思うほど、山川選手は2022年シーズンのキーマンと言えるのではないでしょうか。一ファンとして応援したいと思います。それでは本日は最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルでは野球に関するテーマをコツコツ投稿していきますので、よろしければ高評価やチャンネル登録をいただけると大変嬉しいです。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。